とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワー周回頑張っていきたいと思います。10周ですね。では、行きましょう。では、1周目です。まあ、よろしくないね。1周目からなんかよくねえな。ドッグフォーカスいらねえな。これなんだ？リフレッシュだったらいい。お、OK。OK。最強が作れる。ちょうどね、欲しかったのよ。このカトラス系のリフレッシュ付き。お、よかったよかった。いきなり、なんか、微妙かなと思いきや、出ましたね。次は、なんか変なラインナップだな。ダメ。まあ、緑はね。呪いの斧が、あ、重力つきそうだな。あ、いや、ダメだ。うん、両刃斧に旋風あんまり合わないんだ。3回目だね。全部良くないな。あ、まあ、最強作れるけど、いらんかな。すでに持ってるな。次、おし！あ、でももう持ってんだ。見た目はいいけどね。うん。出たらおーってなるけど、もうすでに持ってますね。なんだ？あ、リフレッシュだったら嬉しいね。あ、1か。あ、リフレッシュ3を持ってます。いらないね。次は、お、勇者。霊気1、ドッグフォーカス3。3で頼む。いや、マルチロール、ドッグフォーか、いらない。お願い。あ、珍しいのはついた。おう、ボーナスショット3、珍しい。かなり珍しいね。いらない。どうだ、いらない。あ、でもまあ珍しいのはついてる。うん、こういうの頼むよ。全部良くない。火炎フォーカス、毒フォーカス、重力、いらない。残り3回頑張ろう。良くない。これも良くない。ラスト2回。スパイダーだよ。なんか微妙だな。どう？稲妻フォーカスとマルチロールがない。どっちかでしょだよね。これラストです。よくなかったな最後が。火炎フォーカス、3が出るよ。リサイクル珍しいね。リサイクル珍しいな。3はすごくね出るようになってるんだけど、よくないね。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。